まあ、DNA サークル系、あ、サークル系じゃねえ、サークル系コンビニ高っ一気に高いじゃん。え、じゃあ俺がサッカー向いてないってこと？こんにちは、今日は2人で DNA キットで DNA テストをしてみました。はい、これが DNA キットです。今回僕たちが使ったサークル DNA プレミアム、まあこの DNA キットにもね、いろんな種類のカテゴリーがあるんですけど、全部包括的に分かるこのサークル DNA プレミアムの買ってみました。前からね、この DNA 検査してみたかったんですけど、結婚したということで、もっとお互いのことをね、知るためにも、ちょっとね、この DNA テストをして知っていきたいなと思います。まあ、何が分かると言いますと、何ていうか、レポート？20カテゴリーで500種類の結果が出るっていうもので、 その20種類が食事だったりとか疾患だったりとか、なんだ、がん、家族計画、栄養、認知症と脳の健康。あ、それね、全く言ったことない、まあ、個人的にっていうか、多分みんな知りたい、まあ、この DNA の醍醐味、先祖がこれ分かるというか、まあ、自分がもしかしたら 100% 日本人ではないっていう結果が出るかもしれないということですね。まあ、もしかしたらアフリカの血が入っていたり、もしかしたら東南アジアの血が入っていたりっていうことが分かるみたいなので、結構これ楽しみなところだと思います。あと行動特性、身体的特性、性格特性、まあ、内面的なこともね、本当に性別的特性、ダンスと音楽、まあ、センスみたいなね、ところまでも分かるみたいなんで、まあ、99.9% の分析率を誇る、DNA テストらしいので楽しみなんですけど、知りたいけど、ちょっと知りたくないことも多分知れちゃうんじゃないかなっていうのもあって、そうそうそう、怖い気持ちもあるよね。のサークル DNA は香港を拠点とする会社で、主にオンラインでの購入ができるんですけど、ドラッグストアで行ったりとか、最近店舗もできたので、私たちは今回店舗の方に行って検査をしてきました。By the application. Okay. With a swab, Q-tips, and a bag. Insert your email and then password for login. So later on, I will provide you a Q-tips inside the cheek. Yep. Each side 15 seconds. Yep. 15 seconds. Avoid to touch the teeth.So I will count the time in 15 seconds for you. Okay. Okay? Right. You ready? Right. Right. Okay, the other side. Okay. I can't touch the piece, right? Yes. I don't know if I touch one. I think this is mine. But yeah. And I shake it.Put it back in the back. That's it? That's it. Put that in the box and pass to us, and then we will have to descend to the battery. Okay? こんな感じで簡単に検査ができます。これから結果発表順を追って、家庭がね、いついつまでに終えてるっていうところまで見れて、確認しながらね、ずっと楽しみに待ってたんだよね。そうですね。見せれないところもね、もしかしたらあるかもしれないからね、ちょっと気持ちの準備して結果を見る。これ同時に見るでしょ。あれ、ちょっと待って、これ結果を見る押すべきのか。え、これ一個ずつ見てこ、一人で行けば。それでは3、2、1、食事赤字出てんだけど、待って、一番上がもう赤字だからさ、ちょっと先に進めるの怖くなる。何が赤いってさアルコールの感じ性、こうやってパッて開いた時に、自分に合った食事がこう大きく4つに分けられてて、僕は炭水化物の少ない食事、炭水化物の少ない食事が一番自分に合ってる最適な食事らしい。そ
それは私も一緒。このなんか地中海式ダイエットっていうのが気になるけど、聞いたことありますか？絵だけを見るとさ、なんかまあ海鮮、そうだね、海鮮だけ中心に食べたらいいよ。スタドリア的な感じなのかな。であと海鮮の仕方も書いてある。もっとこういうのを積極的に取りましょうとか、あ、なるほどね、これは避けてくださいとか。俺栄養気になるわ。あとスポーツとフィットネス高いなんか高いの多くない？これちょっと重要なんですけど。重要なんじゃん。いや、まだまだ蚊の好みについて。蚊に刺されやすい性質の 85% は遺伝子と関係してる。大型が一番刺されやすいって。刺すのはメスの蚊のみだって。もうどうでもいいよ次行こうよ。あ、でも寿命も出てるよ。平均的であるよ。だって疲労骨折のリスクはでも高リスクなんだけど。疲労骨折しないじゃん疲労するほど体を動かしてないじゃん。そうそう、ストレス耐性が高く障害に直面しても落ち着きを持った闘志であると言いますよ。めっちゃかっこいいじゃん平均的なストレス耐性を持つ。睡眠タイプ朝型だって。 F、 おお。別年齢よりも低い。これもこれいいことだよね。あ、セルライト形成高い。一番も高いって書いてある。あ、自分に合ったスポーツが分かるんだって。クロスフィット、バドミントン、体操。私サッカー入ってる。じゃあサッカー選手、ミューブサッカー入ってる逆じゃない？え、じゃあ俺がサッカー向いてないってこと？すごい、アキレス腱の損傷リスクとか出てるけど、アスリートとして怖くない？俺は低かったから大丈夫。怪我のリスク、平均的リスク、やった。いや、高リスクだよ。怪我のリスク、高リスク。赤字基本的に多くない？大丈夫？多分、私の方が多いよね。もっと健康な人だと思います。成功の特性。成功って何の成功の？遺伝子があなたの成功にどのような影響を与えるかを理解しましょう。だってじゃあ見てみましょう。あ、IQ とかだ。へぇー、高っIQ 高いじゃん。心の知能指数めっちゃ高いじゃん。 いいの、俺全部平均的なんだけど。見て、創造性高い。情報処理能力は高い。俺も語学能力平均的。語学能力俺絶対低いと思ってた。なんかさ、平均的とか書かれたらさ、なんか見る気失うよね。褒められた方法しか知りたくない。心の知能指数って何？感性豊かかどうかじゃん。めっちゃ感性とかじゃん。お花買いたいとか言うじゃん。それ何人か関係ある。そうだ、今日お花買いに行く予定だったのに。あなたは論理的に考えるタイプと感情的に考えるタイプはどちらですか？それとも両方でしょうか？聞かれてんの？聞かれてる。理由が聞かれてる。聞かれてる。こっちは結果知りたいのにが高い。でも心の知能指数が高い人ほど共感する力が強くて、自分の感情を理解する力もあるとされていましたって。これは創造性が高いって。もうそこしか見てない。創造性が高い人は枠にとらわれずに考える能力が高いという特徴があります。音楽とダンスって何だろう？音楽とダンス、さらっと見てみる。全くなんか想像がつかない。先天的な才能があるので、人によって音楽の聴くことは違います。まあ音楽の才能あるみたい。どっかで花開くタイミングがあるかな。ないね。これ行くもん。あなたのルーツを発見する。祖先構成、祖先の報告書の中にはあなたの祖先が住んでいた地域の情報が記載されてるんだって。だから場所とか。各個人の祖先の歴史はかなり複雑です。祖先とあなたの祖国が一致する必要はありません。あなたの祖先構成があなたが現在住んでいる地域や国と異なる場合もあります。あなたの祖先は何世代にもわたって同じ地域に住んでいたとしても、あなたの祖先構成は数百から数千世代にわたる先祖の歴史に基づいて形成されるため、その期間に祖先がさまざまな国に移動していた可能性があります。すっごいしっかり前置きしてくるじゃん。そうそう、だからまあ丁重に丁重に。いや、まあいろんな人がいるからね。何人だってさ、他にだから思えるよね。いくよ。なんか承諾のとこ押さなきゃいけないから、いくよ。承諾押すよ。結果を見る。どう？ミュー超日本人じゃん俺中国人 11%、 11.35。 中国人は 0.49% しかない。北方漢民族、南方漢民族とかが入ってる。みんなが一番知りたい何なんだろう。絶対俺ね、あれだと思うよ。
あの祖先構成、自分のルーツ発見できる。僕らはめっちゃ普通だったから、ちょっとその部分は残念かな。残念っていうか、残念っていうか驚きにかけるっていうだけだよね。なんかもっとサプライズ欲しかったよね。私はもう純潔 99.51%。 友達もそれやったけどさ、こんなに日本人の人いなかったよ。へえ、ちょっと嬉しいでしょ、ね、100% アジア人でした、2人とも。性格特性、協調性、バランスが取れているタイプ、競争心が強いだって負けず嫌いってことですね。分かんないもんだね。創造的、好奇心旺盛タイプだって。確かに。じゃあ行動特性見よう、うん、アルコール依存症。そんなの出てくる。自己利益ではなく他人の最善の利益を考えて行動する道徳的な人らしい。身体的特徴体毛とか出てる体臭、耳垢のタイプだ。何のことだ顔の毛と体毛、瞳の色、髪色、これ乾いてるって耳かす濡れてるタイプの耳かすである可能性が低いらしい。なんてことだ、これ多汗症じゃないって。これメタボなりやすいかもね、将来。私は平均的。性別特性、スリルを求めるタイプではない傾向がある。安定を求めるタイプなのかもしれない。え、だから見る全然ちょっと待って、俺見んのちょっと怖いんだけど、俺見ちゃいけないもの 見ちゃうかもね。それをちゃんと確認してから見してよ。これさ、家族計画さ、ちょっとさ怖いんだよ、個人的に。生まれてくる子供に伝わる可能性のある遺伝子疾患を持っているかどうかシビア。こっからシビアだよ。ちょっとこっからさ、ちょっとどうする。これさ、これ一回さ、一人で見ようか。一人ずつ見て、で、あってなったら、後でじゃあ一緒ちょっと伝えるわみたいな感じで。え、家族計画スクロールが止まらないんだけどすっごい項目じゃない。でもさ、何か色変わるよね多分ね。これ陰性じゃなかったらね。これほぼ今のとこ陰性だけど、めっちゃ怖。よかった、全部陰性。俺もこれ陰性でもない、これ陰性でもない。でこれさ、陰性のやつ全部この色だよね。これも全部この色だった。でこの種類マジでめっちゃ一番あるよね。そうね、今まで見たあのやつの中でレポートの数がもう順調じゃない。163って言ってたもんね。これでもゆっくり写すもんじゃないね。なんかさ、これをやってる人が周りにはさあんまりいないからさ、こうやってさ言える範囲で共有できてさ、うん、話せると楽しい、うん、だから一人でやるとちょっとあのもしかして落ち込むこともあるかもしれないけど、こうやって誰かとやって、うん、結果を照らし合わせながら話してみると面白いかもしれない、ね、面白いかも。あとね、仲いい人でやった方がいいかもしれない。なんで？だってさ、見られたくない部分もあるじゃん。あ、でさ、そこでさ、なんか、いや、ちょっとこれは見せられないとか変な空気になってあなたには知られたくないみたいな。そうあ、まあ、本当に、まあ、一人でやるのはちょっと怖いかもね。まあ、家族でやったりとかするのが一番こう、うん、いいかもね。お互いこう一番身近で食事とかも一緒にする仲だったりとかすると、そうそう、お互いじゃあもう気をつけようね、あなたはあれを取りすぎよ、この人はあれを取りすぎよって言って改善できるしね、そういうね。そうそう。